こちらがスパークルの主力製品であります、イオン5になります。今回はイオン5の説明をさせていただきます。このイオン5がスパークルの全ての製品に配合されています。イオン5と言いますのは 100% 天然ミネラルです。ミネラルって言いますのは5大栄養素の一つなんですけれども、5大栄養素の一つ、タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルになるんですけれども、そのミネラルと言いますのは体内で唯一作ることができないんですね。また吸収されにくいという性質があります。そこで通常は食べ物を通して人体に取り込まれるものなんですけれども、今現在土壌のミネラルが欠乏しているということになっております。土壌に含まれるミネラルっていうものが、もともとはお野菜とか食物が土壌からミネラルを吸い上げて蓄えて、それを人間が摂取することによってミネラルを補ってきたんですけれども、化学肥料、薬品、汚染等によって土壌のミネラルがまず不足しているということなんです。まずミンドミネラルから始まり、あとはキレートミネラル、コロイダルミネラル、最近ではそのミックスしたタイプも出ておりますが、全て化学的に作られたものです。このイオン5の特徴は 100% 天然であるということと、吸収しやすいように 100% イオン化されている、それが全てのスパークルの製品にこのイオン5が配合されております。イオン5はもう一つの特徴がありまして、人間の体液と全く同じ pH バランスなんですね。で、pH って言いますのは水素イオン濃度を表すんですけれども、酸性かアルカリ性かの度合いを示す数字になります。人間の pH っていうのは弱アルカリ性、 7.3 から7.4 に一定に保たれているんですけれども、イオン5が全くそれと同等だということと、あとミネラルバランスですよね。このイオン5の中には72種類のミネラルが含まれているんですけれども、そのミネラルのバランスまでもがほぼ同一とされております。そこでちょっと今から pH の実験を見ていただきたいと思います。それでは今からイオン5の pH の実験をしてみたいと思います。こちらに入ってますのは、これは普通の水道水のお水です。お水は中性なんですね。ですからこちらの色味表、pH の色味表を見ていただくと、中性は 7.0 ということでグリーンになるはずなんですけれども、ちょっと pH 液入れてみますね。イオン5は先ほども言いましたように、人間の体液と同じアルカリ、弱アルカリなんですね。ですからここにイオン5を入れるとブルーになるはずなんですけれども、ちょっと入れてみます。お醤油なんですけれども、まず口にするもの、食するもので酸性のものばかり食べていると体が酸化してしまうんですね。錆びていくっていうことなんですけれども、このお醤油なんですけれども、お醤油は実は酸性なんですね。イオン5のすごいのは、この酸性をアルカリに戻してくれるという力があるんですね。ちょっと入れてみます。こちらに酸性になったものをアルカリに戻してくれるっていう力があるんですね。ではイオン5の使い方なんですけれども、 500ml のお水に10滴入れていただいて、1日40滴が理想です。それでミネラルバランスが取れるということです。あとミネラルは熱にも強いので、ご飯を炊くとき、お米に入れていただいたらミネラル米になります。だいたい1合に4滴から5滴の割合で、あと歯ブラシにつけて歯を磨く、美白、口臭予防になります。あと天然の抗バクテリア作用がありますので、ニキビとか、あと水虫退治にも期待できます。ティッシュに数滴つけて便座を拭くことによって除菌効果も期待できます。あと野菜や果物に数滴垂らして除菌、酸化による変色を防ぐこともできます。あとミネラルバス、お風呂ですね、浴槽に50滴入れていただくとミネラルバスに変わります。あとシャンプー、化粧水に入れていただくとお肌も変わりますし、髪の色ツヤが改善されます。あとペットフードですよね、ペットフードやペットのお水にもぜひ入れてみてください。あとスポーツ時、スポーツの時の持久力向上にも期待できます。まだたくさんありますけれども、そちらの方は説明会もしておりますので、そちらの方にぜひ参加してください。